優勝したんだなっていう実感が、湧きましたね。優勝のことは考えずに、まあ、一日一番集中して、相撲を取ることができたので、まあ、それは良かったかなと思いますね。またふるさと石川への思いも口にしました。自信があって大変な時期でしたけど、こうやって優勝を届けることができたんで、また名古屋場所は石川県が近い分たくさんの方が応援に来てくれると思うんで、またいい姿を届ければいいかなと思いますね。石川県に帰ったら、まあ、多分ゆっくりする時間はないと思いますけど、チャンピオンカレーが食べたいです、はい、そして今後についてはまだ上に番付があるわけなんで、もちろん優勝は嬉しいですけど、最終的な目標はここじゃないと思ってるんで、これからまたさらに上上と、駆け上がりたいなと思いますね。特に来場所7月の名古屋場所の結果が大事になると、優勝の喜びに浸ることなく先を見据えていました。